いやこのパリの街を見下ろしながらですね、我が日本が作ったアニメが人気があるというのは嬉しいものでございます。しかもこの子供たちによる人気投票、もう上位ほとんど日本のものばかりでございます。その中で堂々第1位を占めたのはこれです。おめでとうドラゴンボールの皆さん。そうやりました。しかしフランスの人たちはこの現象を一体どういうふうに考えているんでしょうか。日本のアニメが外国へ行くと当然声の吹き替えというのが必要でございます。さてフランス語でどうやってるか見てまいりましょう。ça ne va rien faire du tout je vais te pulvériser qu'est-ce que tu attends pour commencer le combat je n'ai pas dit mon dernier mot tiens donc la leçon ne te suffit pas tu ne m'auras pas si facilement calme さて悟空はどなたがやってらっしゃるんでしょうか。今日ドラゴンボールのスタジオですけどね。キエスシブプレイ悟空。Voilà. お名前は votre nom? Brigitte Le Cordier. En voix de Goku s'il vous plaît. Je m'appelle Brigitte Le Cordier. これが悟空の声ですね。亀仙人ですね。はい。Merci. Céline Monsara. C'est ma voix normale, hein, du mal. Oui, belle mèche. Voilà. 普通の声ですね。Ou pas?Bonjour, Stéphanie Murin. Voilà, une petite voix comme ça. Au long. Au long, je veux le petit cochon. Philippe Arnaud, je veux pas me poser. Éric Legrand. Yamcha. Yamcha, n'est-ce pas? Bonjour, Kumbawa. Voilà. Bah voilà, moi c'est Yamcha, je m'appelle Éric Legrand, et puis c'est ma voix normale aussi, à peu près. Et Claudie, Claudie Chantal qui se cache. Et qui fait cri là, et...日本のスタジオですとですね、このミキサーが別なところにあるんですけど、ここはスタジオにそのままありますね。そして画像はビデオプロジェクターによって映し出されるんですが、その下にもう一台映写機があるんです。そこで問題です。このもう一台の映写機は一体何をするためのものなんでしょうか。さあそれでは正解です。ご覧ください。この機械フランスでは約40年ぐらい前からこれを使ってるんですがね、録音の時に細かい字が書いてありますね。そして向こうに出るわけでございます。ほらあそこへ、これセリフが全部書いてあるんです。俳優さんはみんなあの字を読むだけでいいんです。というわけで正解はセリフを映すための映写機だったんです。Surprenant, c'est la première fois que nous avons l'occasion de rendre une petite visite à l'improviste à notre royal cousin. Soyez les bienvenus. Mais que faites-vous ici, Majesté? Je croyais que vous assistiez au grand tournoi. Tu sais que tu commences à m'énerver avec tes questions, toi? Oh! Oh! 今ちょっと NG があったようですけどね、ご覧ください。これなんですよ。ここへですね、セリフが流れてるんです。これは伴奏リズムという、まあリズムのベルトということですがね。ここに悟空と書いてありますから、でここの線ですね。ここでちょうど喋り始めるときにここへ名前がこう動いてくると、この台本のセリフを言うわけですね。このセリフ用のフィルムを作るのがこれまた大変な仕事。音の長さに合わせて35ミリのフィルムに直接書いていき、さらに上に透明なフィルムを乗せてきれいに清書します。これを映写機にかけるわけです。昔はですね、自分の家でセリフを覚えてたんですって。今はもう覚える必要がないんです。カメハメヤハー。それじゃあどうぞウェルカム。どうぞ。ブリジットさんと野沢雅子さんでございます。どうも。お二人がつまり同じ声をですね、アニメーションの中でやってらっしゃる見てきての主役の方ですけれども、ドラゴンボールってやっぱすごい人気ですか。très bien très bien très bien。これとその他にもいろんなお仕事あるんですよ。オクトの剣、オクト、オクトの剣、オクトの剣、ミナシド八、ミナシド八、ミナシド八でしょうね。野沢雅子さんも皆さん、まだアニメーションのタイトルでよく名前出るでしょ。野沢雅子、実はマコね、今ね国がね、どうしようもない不安なんだ。今ちょっと国待ってるよ。マコじゃあ言ってみろ。にゃんこ先生いいくださいなだだいちゃいもん。ちょっと空中3回転いくぞ。ということでございますがね、
さて今日はね、ここで皆さんに大変面白いことをね、二人にやっていただこうと思うのは、二人とも悟空の役なんです。ドラゴンボール Z の中の悟空は野沢さんにお願いします。悟空、そしてご飯ちゃんはですね、息子ですね、息子をお願いしたいと思います。フランス語と日本語でやっちゃってどんなになっちゃうかなと。それじゃあ始めてもらいましょう。楽しみですね、はい、お願いしましょう。Je m'appelle Sangohan, et toi? Oh, attends! Oh, aïe! Oh, aïe! Aïe! Au secours! Au secours, j'ai noyé! Gohan! Comme là! Au secours! Oh, Gohan! Papa! Maintenant! Il va passer bientôt! Gohan!心配したぞ。Pardon, papa. かわいい。トレビアン。トレビアン。ということでございまして、日本とフランスのドラゴンボールのお二人でございました。メシボク、サンキューベリーマッチ。どうもありがとうございました。メシボク。